春菜。ブログで結婚の儀を挙げることができました。事務所が結婚して、タレント、春菜が、いつか、ブログに白むく姿の写真をアップし、めでたく結婚の儀を挙げることができました。と報告。春菜が結婚。と、ネット上がざわついた。しかし、所属事務所は取材に対し、仕事での撮影だったことを説明。結婚を否定した。春菜は皆様へのご報告。と、ハートマーク付きで、5日午後、3時過ぎにブログを更新。皆さんにご報告があります。この度私、春菜はご縁の国、出雲でめでたく結婚の儀を挙げることができました。幸せになりたいと思います。皆さんどうぞご指導ご鞭撻のほどをお願いいたします。とまるで結婚報告のような文面と、写真を掲載した。ツイッターでも、結婚報告、ハートマーク。皆様へのご報告、ハートマーク、と、連続投稿した。いずれも仕事や撮影、などの説明はなく、SNS での結婚報告を連想させることから、所属事務所に取材すると、結婚では、ありません。仕事での撮影です。とのこと。春菜の、お騒がせブログであることが判明した。最初の結婚報告から50分後の午後4時過ぎには再びブログを投稿。実は出雲観光大使のお仕事で笑い、出雲 PRVTR の撮影でした。お嫁に行きたい。と仕事であることを説明した。春菜は昨年から出雲観光大使を務めている。